FIVB バレーボールワールドリーグはかつて開催されていた国際バレーボール連盟主催の男子ナショナルチームによるバレーボールの国際リーグ大会である。大陸のランキング上位チームが集う大会。1990年に日本の大阪で第1回大会が開幕。国際バレーボール連盟主催のバレーボール大会の中では歴史は浅いものの毎年開催されているため、 最も開催数の多い大会となった。賞金総額は1990年大会の100万ドルから始まり、2000年大会で1000万 US ドル、2008年大会で2000万 US ドルに達した。2014年大会では総額690万 US ドルの賞金が支払われた。出場枠は2006年大会から16チームに拡大され、 世界各大陸を代表する競合が出場。2007年に前回大会で観客動員数の少なかったチームを次回大会で除外することが決定し、これにより2009年大会ではエジプトが除外対象となり、3年ぶりにアフリカ大陸の出場チームがなくなった。さらに2009年大会から主催者推薦による決勝ラウンド進出のシステムがなくなり、新たに ポイント制が導入され、勝ち点数により最終順位が決定されることになった。1位から14位までは自動的に次回大会への出場権が得られるが、15位、16位のチームは2010年大会から行われる予選で出場資格を得なければならない。2013年大会から18チームに拡大され、世界ランキングによるグループ分けが導入された。 2014年大会は28チームに拡大。さらに2015年大会は32チームに拡大される。さらに2016年大会から36チームに拡大される。2018年からはバレーボールネーションズリーグにも様替えするため2017年大会をもって終了となった。5月から7月にかけて毎週末に行われる予選リーグの インターコンチネンタルラウンドとその上位チームにより7月に出場国のうち事前に決められた国で行われるファイナルラウンドの日本立てで構成されている。3から2から1ポイント制といわれる以下のルールで勝ち点数が与えられる。日本代表はワールドリーグ陥落となりながらも何かしらの理由で次年度の出場権を与えられたケースが何度かある。 数年の周期で女子のバレーボールワールドグランプリと交互に TBS テレビと富士テレビジョンが放映権を取得していた。2001年から2003年までは富士テレビが中継した。2004年から2006年までは TBS が日本国内中継権を持ち、日本戦のホームを中継。CS のスポーツ IESPN では日本戦全試合を予び、準決勝。 決勝などを中継した。2007年からは2年をきに TBS 系列と富士テレビ系で放送している。2016年は CS 富士テレビネクストで予選ラウンド第1週大阪大会日本対キューバ戦を生中継、再放送の2回、そして大阪大会の日本戦3試合のハイライトを地上波で放送した。FIVBWebTV にて、 全世界向けに生中継も行われた。ありがとうございます。